今日の試合は、まあ、10人になってしまったところですごく難しいゲームになってしまいましたけど、まあ、それでも、まあ、チームとして何度か10人でも勝ちに行こうという気持ちは現れたと思いますし、まあ、だからこそこう先制点を守りきれなかったというのは、まあ、僕自身ゴールキーパーとしてはすごく責任を感じています。そうですね、まあ今回のアジアの予選を敗退してしまったっていうのはやっぱり危機感しかないですし、本番に向けても時間はあまりないので、まあ、短い活動期間の中でしっかりと、まあ、チームの共通意識を持ちながらやっていきたいと思います。まあ、すごく難しい大会でありましたけど、まあ、まだ本番までの時間は、まあ、少なくはあるので、まあ、今回の反省は少し生かしながら、本番でいい大会を取れるように頑張りたいと思います。まあ暑い中応援してくれてすごく僕らの力になりましたし、まあ、みんなが応援してくださるって言ってる顔を見れば、まあ、それ勝ちを届けられなかったってのはすごく悔しいですけど、まあ、そういった子供たちに自分たちも少しでも夢を与えられるように頑張っています。